お世話になります。はい、ガチナイトです。今日木曜日なんですけど、さっきね、シルクレーシングさんから情報が来まして、まずはポートデラメールです。8日金曜日にノーザンファーム天栄へ移動し、9日土曜日にノーザンファーム信楽へ移動する予定です、ということで、はい、ポートデラメール、これ現2歳馬の中ではトップクラスの速さじゃないですかね。そのノーザンファーム以外を含めてでもですね、はい、3月上旬にもう本州移動ということで、はい、もうこれは相当仕上がりもいい。まあもちろんね、ノーザンファーム空港での時計を見てもそうなんですけど、これはもう相当期待できるんじゃないかなと、はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、それとですよ、はい、こちらが本題です。今日ですね、もう先も言ったように木曜日なんですけど、シルクレーシングさんから、情報が来まして、アルゲンテウス、この情報いきたいと思います。在級場所はミホトレ戦。小島茂幸調教師のコメントです。6日にポリトラックコースで追い切りを行いました。本当は合わせ馬をしたいと思っていたのですが、前を進んでいた馬が思いのほか飛ばしていってしまったため、無理せず単走で終える格好となりました。友のこなしに気になる部分はありませんし、警戒感のあるフットワークで最後まで走ることができていましたね。状態面は前走といい意味で変わりない印象ですし、あとはいかにスムーズにレースを進めることができるかですね。中京の芝 1600m 戦も候補に入れていたものの、おそらくは前半は無理せずじっくりと運ぶ形になるでしょうし、そうなると開幕週で厳しい競馬を強いられることになりそうです。そうであれば阪神の方が姉妹差を詰めてこられるかなという印象ですし、そちらにミルコデムーロジョッキーで向かうことにしました。先週重賞を勝って波に乗ってますし、ちゃんと抱えて乗ってくれるジョッキーですから、アルゲンテウスとは手が合うのではないかと思っています、って情報が来たんですね。はい、まあ、確かに今週から中京開幕やけど、いやでも阪神でデムーロで向かうっていう、これレースも書いてないし、いつとも書いてないし、どういうことって思って調べると、なんと今週3月10日日曜日、阪神7レース芝 1600m 戦に出走します。まあ、先週の情報で関西とか第3条も視野に入れながらって、はい、書いてたんですけど、まさか今週出るっていう、はい、ことになりました。はい、でこの日曜日の阪神7レース、10頭立てです。はい、なのでチャンスは十分あると思います。クラスでの能力は全然足りるので、あとはいかにスムーズに、回ってこれるかにかかってると思います。で右回りも初めてかな、なのでどんな走りしてくれるかっていうのも楽しみですし、まあ、僕は個人的に出資した馬にミルコデムーロジョッキーが乗るっていうのも初めてなので、まあちょっとね、そういう部分でも楽しみにしたいなと思います。で先ほど8時前にこれ、確認してってなって、まあ、そっからですね、これ急ピッチで日曜日のちょっと予定をですね調整しまして、今週もアルゲンテウスの応援に阪神行きたいと思います。まあ、アルゲンテウスはね、関東馬なので関西で、見れる機会っていうのはね、今までなかったですし、まあ、今後もある保証がないので、チェルビックが2月末だったんで、まあ、僕もだから、中2週って感じで、はい、続戦です。はい、まあ、これはね嬉しいことなので、まあアルゲンテウスの雄姿をですね見に行ってですね、まあもちろん買ってくれればベストなんですけど、まあとりあえずはまずは無事に回ってきてくれてですね、それに結果がついてきてくれれば最高かなと思います。はい、なので今週日曜日阪神競馬場行ってきます。まあちょっとねこれ急遽、別にねこの相場情報はね来週の週明けに上げればいいなって毎週思ってるんですけど、まあなんと急遽の出走だったので、はい、これいきなり、カメラを回しました。で、まあ、アルゲンテウス、ちょっとね今までも絞りきれてない印象だったので、今回美穂から阪神への輸送があるので、その輸送でまあいくらかでも絞れれば、まあ本当にいい走りが
見れるんじゃないかなと、はい、思ってますんで、小島調教師、そしてミルコデムーロジョッキー、まあ、そしてもちろんアルゲンテウス君、日曜日、僕含め出資者の皆さんをですね、楽しませてくれるレースを期待したいなと思いますんで、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。でポートデラメールも今週末、滋賀県に入るんで、はい、ポートデラメールもいつか、見に行きたいなと思ってます。はい、ポートデラメールは、関西馬なのでレースも見に行けますし、ノーザンファーム信楽の方に放牧に出た際にはですね、僕は、ノーザンファーム信楽さんの方にも、お伺いすることができるんで、はい、まあ、信楽さんの方にもね一度本当に行きたいなと思ってるんで、はい、まあ、ポートデラメールを見に、行く機会があればなーなんて、はい、思ってます。まあ、そんな感じでちょっと急遽になりましたけど、はい、アルゲンテウス号今週出走、そして阪神ということで、はい、お楽しみに。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。